ブラトルボロ駅はアメリカ合衆国バーモント州ブラトルボロバーノンストリート1にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているブラントルボロはコネチカット川流域の丘陵地帯の中にありバーモント州南東部の主要都市であるニューハンプシャー州はコネチカット川の対岸にありマサチューセッツ州との州境は南へ約16キロである アムトラックの駅は19世紀から20世紀初頭の歴史的建造物が立ち並ぶコモンタウンまで続くメインストリートの南端にある乗客用の待合室はキュブラトルボロユニオン駅の1階を占めている他の2つのフロアには博物館がある街の多様な地形に対処するために建築家は駅を高所に建てた現在博物館で使用されている メインエントランスは3階にあり、バーノンストリートに面しているが、アムトラックの入り口は1階にあり、ブリッジストリート経由でアクセスしている。軌道の西側に沿う崖のそばに駅の場所を選んだ。7万5千ドルをかけ1915年に完成したユニオンステーションは手作りの工事を重視した素朴なランダムながれきのデザインで築かれた形跡で建てられた。駅は 北側から南側にかけて旅客用の建物、手荷物取扱所、貨物用建物から構成されている。アムトラックの停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。